おはようございます。今日はこちらの植物棚の話になります。以前の動画でこんな感じで側面と前面に板を取り付けれるようにして、見栄えを良くしたわけですけども、一つ欠点がありまして、そこそこ密閉されてしまうんで熱がこもってしまうんじゃないかって心配してます。なので今日はこちらの側面のこっちの板ですね、ここに換気の穴をつけていこうと思っております。最近忙しくてこんな感じで作業のついでに撮影をするみたいな形になってるんですけども、動画を撮影して編集してアップロードするのって結構実は工数かかってるので、頑張って定期的に投稿してるだけでも褒めていただけると嬉しいです。ちなみに植物たちは今日も元気にしております。こういう植物の世話をするのも結構時間がかかって、僕毎日水やりしてるんですけど、水やりしてあと植物眺めてたら普通に1時間以上経ってたりするんで、もう仕事終わってから家でもめちゃめちゃ忙しいっていう日々を送ってます。でその中で基本 YouTube の撮影は土日にしてるんですけど、土日まで忙しくなっておりまして、もう四六時中僕はめちゃめちゃ忙しいです。たまにこういう撮影もサボろっかなって思うんですけど、一回サボってしまうと多分それ癖になってしまうんで、とりあえず惰性でもいいんで日々続けてます。ということで早速換気穴を作っていこうと思います。はい、では早速始めていこうと思います。この日のために僕は多分2週間前ぐらいからですかね、めちゃめちゃ眠い中通勤時間中に Amazon を見て使えそうなものを4つほど買い集めたので、それをまず紹介していこうと思います。1つ目、これですね。このパソコンの多分ファンのカバーで使うような部品なんですけど、こいつをプラダに取り付けて、換気の穴を作ろうと思います。2つ目がこちらのプラスチックのリベットみたいなやつですね。こいつを使って、ここ締めていこうかなと思ってます。であとこのコンパスカッターというものです。こいつで丸く穴を開けていきます。で最後こちらです。これ接着剤なんですけど、多分プラスチックでもつくやつです。で僕の見立てではこの4つがあれば多分換気穴は作ることができます。完成形は一応僕の頭の中にイメージとしてあって、めちゃめちゃいい仕上がりになってるんですけど、正直それ通りになるのかどうかっていうところが今かなり心配です。めっちゃ雑な工作みたいな感じになると思うんですけど、とりあえず作業やっていこうと思います。まずはこちらのプラダに穴を開けていきたいと思ってます。で大体の取り付け位置はこんな感じで、さっきマスキングテープ貼ってこの辺って分かるようにしてます。イメージとしてはこのマスキングテープの下にこんな感じで、左右2つずつ取り付けていこうかなと思ってます。でこれが今棚4段あるんで、4段分の換気穴をここに開けていって、こいつをカバーとして取り付けようと思います。なのでまずは穴を開ける位置を決めていきます。今高さは決まってるので、左右の位置ですね、それをどこにするか決めていこうと思います。だいたいこの幅が今測ったら39センチぐらいあったんで、ざっくり10センチぐらいの位置を中心として今から穴を開けていこうと思います。厳密に言うと 9.75 センチぐらいの位置に開けていきます。ちなみにこのコンパスカッター、今僕初めて使うんで、もしかしたら失敗するかもしれないというか、使い方が違うかもしれないです。全然閉まってなかった。こんな感じで今結構綺麗に丸く切れました。この調子であと7箇所穴を開けていこうと思います。はい、今8つ穴を開け終わりました。今切ってて思ったんですけど、このコンパスカッターを使ってプラダンとかを切るときは必ず保護具を身につけてください。プラダンが結構硬いんで、切るときにそこそこ力が必要になってきて、勢い余って手を切ったりする恐れがあるんで、
必ず保護具を身につけてください。という感じで、とりあえずもうこのコンパスカッター危ないんでしまっとこうと思います。蓋どっか行った。次はこちらのカバーを取り付けていこうと思うんですけど、今開けた穴にそれぞれかぶせてどの位置でリベットで留めるかっていうのを決めていこうと思います。という感じで一応リベットを刺すための穴の位置を決めました。で、次の問題がこいつをどうやってこの穴に差し込んでいくかなんですけど、このナイフを使ってこの穴拡張していきます。いけそうなんでこのまま全部穴拡張していきます。はい、今全部穴開けることができました。今からこのリベットを全部の穴に差し込んでいって最終の位置の調整をしようと思います。もうちょい穴大きい方がいいみたいです。今穴の位置を全部確認したんですけど大丈夫そうなんで続きいきます。最後はもうこの穴にこのプラスチックのリベットを差し込んでいこうと思ってるんですけど、ここで最初にお見せしたボンドを使って貼り付けていこうと思います。はい、今リベットを取り付ける作業を完了しました。かなり細かい作業だったんで途中でもうやめてしまおうかって思ったんですけど、とりあえず頑張って最後まで終わらせました。で、ここまで来たらもうあとはさっきのカバーを取り付けるだけになるんで、もうそのまま作業していこうと思います。はい、ということでこんな感じで出来上がりました。なんとなく作り始めたにしてはいい出来栄えなんじゃないかなと思ってます。ただ2つほど反省点ございまして、1つ目がこのボンドが白く固まってしまったっていうところです。白くなってるのを直す方法を知ってる方いらっしゃったらぜひとも教えていただけるとありがたいです。で、2つ目がこの穴を開ける位置を適当に決めてしまったからぎゅうぎゅうになってしまってるっていうところです。ちょっとこのカバーが湾曲してる状態になってて無理やり取り付けられてる状態になってます。まあ、その2点ぐらいですかね、ちょっと気になった点は。あとはいい感じについてるんじゃないかなと思います。ということでこのままちょっと棚に取り付けてどんな感じになるか見ていこうと思います。今実際に棚に取り付けてみたんですけど、見た目はこんな感じになってます。まあ、かっこいいかって言われるとそうでもないんですけど、一応換気できる穴ができたんで機能面的には向上してるのかなと思ってます。最近めちゃめちゃ暑いんでこの箱の中の温度が上がりすぎないように前面の板をずっと取ってたんですよ。なんで、まあ、ようやくこの換気穴を作ったことによって前面板で囲えて、まあ、光が漏れないようになったんで良かったかなと思います。ということで今日の動画はこれで終わろうと思います。ぜひともチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。では、ご視聴いただきありがとうございました。